おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は10月9日水曜日です。昨日は今月から始める新しい企画のね、準備に没頭していました。実は新しいポッドキャストプログラムを始めます。詳細についてはちょっとまた後日ね。で、気づいたらその夜になってて、あまりの空腹で思い出した、あ、今日私お昼食べてないよみたいな。で、何かを買いに行こうかなと思ったんですけれども、なんか違うなと、もうちょっとなんか作業乗ってるからやっちゃいたいみたいな感じで、で、非常食が家になんかなかったかなと思って見てみたら、レトルトカレーが2つあったんですね。で、1つはちょっと前にソフトバンクでプレゼントしていた犬のお父さんがパッケージに書かれている、その名もバリバリつながれつながれって言ってもツナは入ってませんって裏面にも書かれないように普通のビーフカレーだったんですけど、もう一つは、この間の広島で帰りの便に乗る直前に搭乗口の前のお店にあった牡蠣のカレー、1つ500円っていう、私の中ではかなりプレミアムの中のプレミアムカレーで、昨日はどっちを食べたのかっていうとお父さんカレーを食べたんですけどね、普通にビーフカレーで美味しかったです。そんな南花の今日は何の日、10月9日、今日も世界でいろんな記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。さあ、10月9日の記念日紹介していきましょう。まずは世界郵便デー、バンコク郵便連合記念日、ワールドポストデーというのが今日なんだそうです。バンコク郵便連合、これは UPU が、1969年に UPU の日として制定しました。1984年に世界郵便デーと名称を変更したということなんですが、1874年の今日、全世界を一つの郵便地域にするということを目的にバンコク郵便連合が発足しました。日本は1877年の2月19日に加盟したということなんですね。 UPU っていうので、って思ったんですけど、 UPS ってあったよねと思って調べてみたら、 UPS はユナイテッドパーセルサービスということでアメリカの会社名だったんですね。今回初めて知りましたけど、 UPS だと早いのよね、高いけど。そしてハングルの日というのが今日なんです。で、ハングル交付の日とも言うそうなんですが、朝鮮語に固有の表音文字であるハングルをセジョンが発明して交付したことを記念する韓国北朝鮮の記念日なんですね。朝鮮語アルファベットの日なんていう風に呼んだりもするようなんですが、これね、ちょっと面白いのは韓国は今日が記念日なんですね、10月9日だけど北朝鮮は1月15日ということで、ちょっとなんかギャップがあるのね。そして1604年、超新星1604って書いてあるんですけど、ケプラーの星っていうのが初めて観測されるということで、ちょっとハングルの後に超新星って読むとなんかアイドルグループってちょっと連想してしまったので紹介しました。そして1885年の今日、日本がメートル条約に加入した日、それから1981年にはドラマ北の国からが第1回放送された日、2000年の今日は埼玉市にジョン・レノンミュージアムが開館した日ということで、ジョン・レノンミュージアム、そのうち行くだろう、そのうち行くだろうと思いながら1回も行ってないですね。なんか埼玉スーパーアリーナのところにあるんですけれども、埼玉スーパーアリーナ自体はコンサートで何回か行ったことあるんですけど、ジョン・レノンミュージアムはまだ行けずでね、そのうち行こうと思ってるんですけど。それから、語呂合わせね、トラックの日、これは遠くですよね。あとは塾の日、塾、そして東急の日なんていうのもあります。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、道具の日。東京浅草の調理具の専門店街、かっぱ橋道具街が制定した今日の記念日ですけれども、かっぱ橋というのは台東区西浅草松ヶ谷地区というところにある、食器具、包材、調理器具、食品サンプル、食材、調理衣装などを一括に扱う道具専門の問屋街のことなんですね。かっぱ橋とかかっぱ橋道具街とか、そんな風に呼ばれているんだそうです。調理とか厨房備品に関するものなら何でも揃うと言われているそうで、その顧客の多くが飲食店、もちろん一般の人たちもね、ウェルカムなんだそうですけれども、厨房用品一切に関わる専門店というのはその総数がなんと170店以上に及ぶんだそうです。
で、1983年から道具の日である10月9日前後に道具祭りというのが開催されて、2003年の秋には道具街誕生90周年を記念して、かっぱ橋交差点近くのポケットパークにかっぱ幸太郎像というのができたそうなんですね。そしてちょっと今回いろいろ情報を調べててびっくりしたのは、1731年創業の伝統あるドイツの刃物メーカーヘンケルスもかっぱ橋に店舗があるそうなんですね。だからもう世界から認められているかっぱ橋と言っても過言ではないんじゃないかと思います。ということで、今日は10月9日道具の日ご紹介しました。かっぱ橋って意外と今世界でも有名なんですよね。食品サンプルがガイドブックでなんか紹介されてるみたいで、やっぱり海外からの観光客すごく人気あるところなんだそうですよ。私実際にかっぱ橋って今まで行ったことがないんですけども、ぜひねちょっと近々行って見てみたいなと思いますね。場合によっては買うかも、食品サンプル可愛かったりして。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。